今日ちょっとね、吉田拓郎の歌い方の考察っていうのちょっと前にもやってるけどね、あのね、ルージュの伝言を吉田拓郎が歌ったらっていうちょっと動画を見つけたんですけども、まあこのね、ルージュの伝言で、まあ簡単な曲ですよね。あのまあ割と有名な曲、で、これユーミンの曲ですけども、で割とねこの曲はね吉田拓郎っぽくしやすい、割とね、ちょっと待ってみるとね、こう、これね今カポ1の G でカポ 1G でやってます。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限り家には帰らない。ね、こういう歌ですけども、で、まあ、これね、まあ、ポイントを言っていくとまあ今あの吉田拓郎そんな歌い方してませんとかいうコメントが入るかもしれないけども、僕の中のイメージとしてね、吉田拓郎の歌い方ってこんな感じなんですよ。でまずまあ唇を尖らせて歌ってるんですね、吉田拓郎といつも。あの吉田拓郎が歌ってるライブのね動画とか多分いっぱいあると思うんで、あの見てみると分かりますけど、唇尖らしてる人を歌ってる時ね、まああれを形から真似る、ね、であとまあ、ちょっとぶっきらぼうな感じよね、歌い方がね。あの人のママに会うために、こういう感じのね。で立ちつてとの発音に割と特徴がある、ね、あの人のママに会うためにっていう、こういう立ちつてとね、立ちつてとの発音にちょっと特徴があって、であとねこの僕いつも言うんだけど拳が回ってるのよね、黄昏迫る街並みや車の流れでね、これ、まあ、普通に歌うと黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してって普通に歌うとこうなんだけども、これ吉田拓郎が歌うとね拳が回るのよね、黄昏ってね、こういうとこがあれ迫る街並みやこういうあのちょっと大げさにやってるけどね、大げさにやってるけども、こういう歌い回しなのよ。黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越して、不安な気持ちを残したまま、ここちょっとね高いんでね声が出ないけど、街はディンドンと遠ざかってゆくわ、明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ、マイダーリン叱ってもらうわ、マイダーリン。まあこういう感じの歌い方、ポイントとしてはまあ、ね、唇尖らしてこうちょっとぶっきらぼうな感じでこう語尾はこうブツッと切りながらね、で、こう立ちつてとの発音ちょっとね、ちょっと特徴があって、であの拳を回すね。黄昏迫る街並みや
車の流れみたいな、こういう、まあここまでこうやるかはどうかは分かんないですけどね、実際に拓郎が歌った時に、まあここまでしないんだけども、ところどころね、こういう拳が回ってる、すると吉田拓郎っぽくなるっていうね。例えばね、こういう、こういうね、童謡があるでしょ、チューリップね。これを吉田拓郎が歌うと、咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白黄色、どの花見ても綺麗だな。でこういう感じにね、まあ、この立ちつてとの発音にちょっとね特徴があって、で拳が回ってるでしょ、咲いた咲いた、ね、チューリップの花が、こう大げさにやるとね、花が並んだ並んだ、赤白黄色、ね、赤白黄色、この大げさにやるとね、こういう感じね、どの花見てもってね、この手の発音、どの花見ても綺麗ね、こういう感じで、まあ、こんな風に歌う幼稚園児がいたらちょっと怖いけどね、幼少の頃からね、こうこの歌はね、こう歌うんです、こう歌うのよと言って叩き込んでやると、立派な吉田拓郎が出来上がるかもしれないっていう。まあまあまあこんな感じで、まあこの歌い方のね特徴ね、似てるか似てないかというのは別な話で、こういう感じの歌い方で、まああくまで僕の中のイメージということでね、まあそんなんじゃないってね、言われるかもしれないですけども、ちょっとルージュの伝言ルージュの伝言を吉田拓郎が歌ったらっていうちょっと動画を見つけたんで。ママに会うために今一人列車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、はい、ということで吉田拓郎でルージュの伝言でした。はい。